今年冬の民間企業のボーナスの支給額は2年ぶりにマイナスになり、減少率は過去最大になりそうです。みずほ証券によりますと、民間企業の1人当たりのボーナス支給額は36万6千円で、前の年と比べて 13.8% の減少となる見込みです。これは過去最大の減少率となります。またボーナスの支給がなくなる人が 5.5% 増える見込みです。一方、公務員のボーナス支給額は前の年と比べて 7.6% 少ない83万1000円と予想しています。